はい、どうも皆さん、こんにちは。ベルサスです。というわけで、乙女カフェやっていきましょう。ということで、今回はですね、まあ、ゲームではあるんですけど、ゲームのストーリーの方でちょっといろいろお話ししたいと思います。これ、ストーリーが今、第5章まで出ていると思うんですけども、で、このメインストーリーの第5章の終わりぐらいで、メンバーの3分の2かな仲間になったと思うんですけど、まだなってない子たちもいるんですよ。で、それが、なぜかこのキャラストーリーで仲間になった後のお話が出ちゃってるんですよね。特にこのカグラモミジ、マイチュン。これね、これ、まずいんじゃないのかなと思って。だったら、解禁しない方が良かったんじゃないかなって思ったんですけど、まあこれが実際、そうですね、結構物語に重要な役割をもうキャラストーリーで話しちゃってて、いや、メインストーリーが気になって気になって仕方がないみたいな状況なんですよ、僕的には。でプラスしてもっとネタバレしちゃうのが、闇落ち、まあザンビ化したメンバーの、お話なんですけども、まあこれ開花かなしたら見れるストーリーではあります。あの時の記憶という、あ、やばい、タップしちゃった。これタップすると、危ない危ない危ない。ああ、やばいやばい。ああ、やばいやばいやばい。はい、すいません。ごめん、お聞きしました。まあ、これ、皆さん、自分でね、ぜひ見ていただきたいんですけど、これね、まあ、深くは言わないですけど、なんで、これ出したのっていう、本当にね、公式ネタバレが過ぎるんですよ、このゲーム。ちょっとね、びっくりしちゃった、俺。なんでと思って。だったらメインストーリーもうちょっと、もう1、2章ぐらい追加してよかったんじゃねえのかと思って。例えば、マイチュンがどういう経緯で、仲間になるのかとか、そういうのを話してくれたら、まだいいじゃないですか。まあ、最後、どうなるのかわかんないです。チュートリアルの段階で、美しい女がラスボス的なところに出てきたじゃないですか。なんだろう、マイチュンが結局、美しい女で現代に転生して世界を滅ぼそうとしてる悪の根源だっていう説もありますし、もう全くの別人だったっていう説もあるんで、そこら辺はね、まだ全然。でもこのメンバーストーリーのところで、ある程度ネタバレをするのはやめてほしいんですよね。これね、本当にね、びっくりしちゃった俺。ミリアちゃんの、さくらすずねちゃんの、メンバーストーリーで、ちょっとね、フリーザ様みたいなセリフがあって、いや、フリーザ様かよって思わず突っ込んじゃうぐらいな、ものがあったんですよ。そういうような感じがあって、なんで、闇落ちのストーリーと、このカグラモミジのストーリー見る際は、皆さん、注意してください。結構ネタバレになってます。で、他のメンバーはそうでもないです。例えば、結構解放してるのが、梅澤みなみちゃん、木内かなちゃんなんですけども、ありますね。で、これ結構、こうドラマの中では触れてこなかった、登場人物一人一人の裏設定が結構重要視されていて、例えば木内かなさんはそのカーストの上層部で、山下美月ちゃん演じる、金村ゆいちゃんとよく一緒にいる子みたいな。で、昔は剣道をやっていたっていう風なね、ことも書いてあったと思うんですけど、それについてのお話がありますし、これタマちゃんとか、結構解放してはいるんですけど、中村玲乃ちゃんが演じる、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、こと、仲がいい。で、ドラマで、あれは確か30秒ぐらいのシーンだったと思うんですけど、離れ離れになっちゃうシーンとかあったじゃないですか、2人が。で、あそこのシーンについてもちょっと触れてあったりとか、なんかドラマ見た方が何倍もより楽しめるみたいな感じのストーリーになってます。ここら辺はいいんですよ。あとはこの3人とかは上杉沢ちゃん、湯川さんだよね、確かは、まあなんか純奈ちゃんと仲がいい子で、ちょっと過去にいろいろあったんだよみたいな感じのストーリーが今やってます。まあそこら辺もなんだろう、ドラマの裏設定がちゃんと忠実にここでお話しされているんですよ。でそこ結構面白いなと思って、まあもう一つのストーリーだなーなんて僕自身も思ってますし、まあこの二人は俺まだ解放してないんでわかんないんですけど、まあなんか裏設定がいろいろあるんでしょうね。タさんに関しては、ナイフが腹に刺さって胸が腹に刺さって死んだんで、何がどうなってっていうところはありますけど、死んだ人もあれザンビなんのかな、そこら辺の定義ちゃんとしてないよね。ウォーキングデッドの世界だったら、問答無用で、例えば腹部刺されて死んだやつでも、足切り落とされて死んだやつでも、死んだら歩く屍ね、ウォーキングデッドになっちゃうっていう
物語だったんですけど、ザンビもそうなのかなって、そう考えた方が多分一番分かりやすいんだと思いますけど、はい、っていうような感じのお話です。ということで、少しまだ早いのでね、イベントを軽くポチポチやっておきましょうか。なんかイベントね、俺そんなに、なんだろう、最初、行っちゃう最初の2日間だけぐっちゃぐちゃに、もう自分がボロボロになるまで回り続けたんですけど、そっからはそんなに回ってなくて、実は。結構もう休み休みになってます。スタミナが結構溜まったなと思ったらやるぐらいなんで。じゃあ僕もスタミナ132とかだっけになったので、もう全開するのにかなりの時間がかかる。だからすごいなんかありがたい、放置しててもいいなって別に思っちゃって、まあダメなんですけどね、本当は。そんぐらいな感じがしてます今。結構やっぱコインな、コインもうちょっとなんか何とかしてほしいな、前回の動画でも言ったと思うんですけど。ポチポチするだけですごいなんか頭が疲れてくるんですよ。たまに頭使うことやりたいなと思って、今普通に俺裏で何も配信とかせずにマインクラフトを自分で普通にやってます。なんかすごい楽しいです。農業したりブランチマイニングしたり、釣りしたり、なんだ家畜育てたりとか、ゾンビとかスケルトン倒したりとか、いろいろやってます。結構なんか楽しい、そういう楽しさもなぜか味わってる、そんなこの動画でございます。でもね、やっぱね、この何だろう、流れ作業になってきちゃうと本当に疲れちゃうんですよ、頭が。僕、皆さんもそうなのかわかんないんですけど、俺は結構疲れちゃうタイプで、1時間ぐらいやったら 2,3 時間休憩しないとちょっときついんですよ、こういう流れ作業って。頭使うゲームじゃないと。頭使うゲームだったら、まあ、頭使うゲームって何てかっていうと、まあなんか、毎回毎回場面が変わるゲームなんで、まあ、リーグオブレジェンドだったり、PUBG だったりとか、そういう風なゲームなんですけど、そういう風なゲームをちょっと間に挟むと、だいぶ楽になります。だいぶ楽になって、いやもう、じゃあもう一回、乙女くらいをちょっとぐるぐるしようかな、みたいな感じになります。僕は。もうその時点でおかしいですよね。ゲーマーってゲームの息抜きにゲームしますからね。本当にもうなんか、頭のおかしい人種だと思いますよ。ゲーマーって。龍が如くとかも結構楽しんでやってますし、裏でキャバクラの営業結構ポチポチやってるんですよ、実は。それも結構楽しいです。あとはエクストラが、なんかお昼時とかエクストラめちゃくちゃ出るイメージがあるんですけど、夜全く出ないですよね。あれなんか、振られてんのかな？そういうわけじゃないよね、きっと。純粋に運がなかっただけなんだ。その、1秒あたりに何枚しかなくてみたいな感じだったら、納得がいくんですけど、当たんないみたいな。そんなわけないですね。確率だもんね。なんでなのかなぁ。ずーっと思ってます。でもやっぱなんか、そんな、俺、まあ、この動画でも結構言ったと思うんですけど、最初の方でぐるぐる回ってるのはそんなにっていう風な感じで、結構もうなんか楽してますね。普通に睡眠とかとってますよ、僕。実は。夜の1時ぐらいに寝て、朝の9時に起きたりとかでも全然あります。それでもね、順位ね、多分、俺のいる層がそうなのかもしれないんですけど、あんまり団子になってるところが、ポン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 ってなんか、塊で分かれてるんですよ。で、それを見て、その、団子の中で下に下がるとか全然あるんですけど、大幅にその、30位、40位、ゴーンって一気に下がったりとか全然なくて、まあ、この土日でまた変わるかもしれないですけど、今のところそんな、なんだろう、危機感持ってたりとかはしてないですね。まあ、比較的、ゆっくりゆっくりやってます。なんで、なんなのかな、体調的にもそんなあれですね。一回僕体調崩したとは思うんですけど、で、あの一回だけで、そこまで、なんだろう、こう、今影響が出てるかって言われればそうでもないですね。だいぶもう楽になっちゃいました。まあ、薬とか、ポカリとかめちゃくちゃ飲んだっていうのもありますけどね。もうほぼほぼドーピングですね。僕カフェイン効かない人なんで、いや、そっちの方がなんか、まあ、体調崩した方が良かったのかな、結果的に、みたいな。まあ、ダメなんですけど、体調崩すこと自体が。こんな感じで思ってます。
まあ、このぐらい探索すればいいでしょう。エクストラ来ないでよ、ちょ今撮影してるから危ない。 OK ということで、以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録の高評価もよろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。